壊れてないやね。まあそりゃそうでしょう。あ、屋台やってこの祭り屋台ってこのことや、ほら。こういうのさ、で、うん。触りたい人もいるのかな、日本の B に。バスの時刻を間違えて特急電車で帰る方もいます。うん、かもね。入ってくるのか。私も乗ることしなかった。
なんかすごいね、このビルビル。ほら、イルミネーションが何か落ちてきてる。何やろか。今日は一日何食べようかな。今日は何食べようか。今日は何食べようか。今日は何食べようか。気が済むまで飲みに行こう。魔法のカウンター席。一期一会の出会い。明日どうする？明日の予定が立ってない。で話して出会ってお仲間を心も満たされる。側にばあちゃんが昔やってた、働いてたエレベーターがある。最後までご視聴ありがとうございます。次回も親子旅が続きます。待っててもらえたら嬉しいです。